キンプリヘイヤ仕様、ハイブ遺跡の可能性ファンの熱い期待と事務所退場の舞台裏、ジャニーズグループ、キングプリンスのメンバー3人が脱退し、事務所を退場したことが発表され、これに伴いファンの間ではグループの未来に対する不安と期待が入り混じっている。 特に、エースとされる平野仕様の今後に関する憶測が広がっており、ネット上では彼が所属事務所を変え、海外進出の可能性が浮上している。一部のファンは、BTS を排出した韓国のレーベル、ハイブに平野を引き抜いてほしいとの声を上げ、熱狂的な活動が広がっている。本校では、金プリの事務所遺跡騒動の背景と、ティアラ、 ファンの熱い期待に焦点を当てながら、平野市要の今後について考察していく。キンプリ脱退騒動の裏側、ジャニーズ事務所からの脱退は、アイドルグループにとって大きなターニングポイントとなることが多い。キンプリもその例外ではなく、メンバー3人の脱退と事務所退場は、多くのファンにとって衝撃的なニュースとなった。 この出来事により、グループの今後の方向性や活動に対する不安が広がっている中、特に平野潮の動向にファンの注目が集まっている。一部のティアラは、グループ内での騒動を自らの問題と捉え、キンプリのメンバーたちが新たな舞台で輝けるようにと願っている。しかし、その中には、旅を越した行動に及ぶ一部のファンも見受けられ、 コンサートでの迷惑行為や他のグループへの抗議などが報告されている。このような行為はファン同士の理解を深める一方で他の事務所やグループへの迷惑行為は慎むべきだとの指摘もある。イブ遺跡への期待とティアラの熱い応援。平野市用の脱退理由として挙げられた海外進出ができなかったことがファンの間で新たな展開を生むこととなった。 ネット上では、ハイブに平野を引き抜いてほしいとの声が多く見られ、ティアラたちは積極的に平野の遺跡を応援している。その中にはハイブに直接要望を送るファンもおり、その熱意は SNS 上で拡散されている。一方で、この押し売りの行為に対しては、やりすぎ、との意見も根強く存在しており、ファンコミュニティ内では賛否両論が交錯している。 ただし、過去にも HKG48 出身の宮脇サラが韓国でオーディションに合格し、ハイブ参加のリー・セラフィムに所属した例があり、ジャニーズからの移籍も一定の可能性があると言える。ハイブアービーの引き抜きの可能性とキンプリの進化。キンプリが近年、K-POP 風の楽曲や宣伝されたダンスで注目を集めていることも事実だ。 これまでの活動を振り返り、ハイブに引き抜かれる可能性を検証するためには、キンプリの進化とハイブへのアーティストに対するスタンスを理解する必要がある。キンプリの音楽性やパフォーマンスには韓国のアイドルグループの影響が色濃く見られ、そのためハイブトップの相性は良いと言えるだろう。しかし、一度所属事務所を離れるという決断は、 平野自身のキャリアにとっても大きな決断となる。ハイブへのオーディションや遺跡に関する正確な情報が得られない限り、ファンの期待に沿った展開は難しいかもしれない。ジャニーズグループ、キングプリンスの脱退と事務所退場2弾を発した騒動が、平野市要の今後についての憶測を呼び起こしている。 特に、ハイブ遺跡の可能性に対するティアラの期待が高まっているが、その実現には多くのハードルが存在する。ファンの応援は彼らの力強い支えとなる一方で、旅を越した行動は慎むべきだ。平野自身が進むべき道は彼自身の決断にかかっており、ファンは彼らをサポートする立場であることを心に留めておくべきだろう。 これからの展開に注目が集まる中、平野市用の新たな舞台での活躍に期待が膨らむばかりである。